江南区町江南区は大韓民国ソウル特別市南東部にある1963年にソウル市に編入後、郊外の農村だった。この地に区画整理がなされた結果、1970年代以降、おびただしい数の高層アパートが立ち並ぶようになった。その中には一軒あたりの面積の広い高級アパートも多く、高学歴層、専門職につくもの、 中山階級や上流階級など、韓国において最も富裕な人々が暮らしていることで知られる。いわゆる、江南の中心。また、ソウルで4番目に人口の多い地区。江南随層教育支援庁などのカンナムのタイトルを使用している韓国の政府機関は、江南区と随層区だけを管理しているため、教育と社会的な概念としてのカンナムは、 高南区と随総区二つだけを意味する。特に高南区と随総区にある小、中、高等学校は高南八学群と呼ばれ、韓国で教育的な競争が最も厳しい地域である。1980年代後半以降、高学歴層や土地長者、留学帰りの若者など裕福な人々の消費文化を背景に、高低堂に高級デパートや若者の集まる。 ブティックなどが集積し、湖南はソウルで最も高級で新しい繁華街として注目を集めるようになった。21世紀に入り、地下鉄湖南駅や三成駅周辺は大企業や IT 企業が本社を置く、高層オフィスビルが立ち並び、コエックスなど大きな国際会議場、展示場が位置するなど、韓国におけるビジネスや商業の新たな中心地となっている。 2012年、際のナ南スタイルが世界的にヒットしたことにより、国外での認知度も飛躍的に高まった。しかし、急激な高度経済成長の歪みを象徴する。理面として、タルドンネと呼ばれるスラムないし貧民靴も存在する。中でも、急流駅南側一帯に広がる急流村が知られている。日本などの大手メディアだと紹介されることはないが、 江南区のもう一つの特徴である。この付近は、高麗時代の甲州に相当する地域で、本来、ソウル市の中央部を流れる観光の南の一帯を、江南、北の一帯を、江北と呼んだが、現在では富裕層の多い随層区より、東の一帯を、江南と呼ぶことが多く、また特に、江南区、随層区あたりを指すことも多い。七十年代から八十年代にかけての、 政府主導による江南の住宅開発、オフィス開発の勢いは激しく、1970年頃までは、江北と江南の人口比は8対2であったが、1990年には、ほぼ5対5にまで並んでいる。また、江北にあったソウル高校や景気高校など、名門校の江南への移転も進んだため、大学進学に有利な名門高校を要する江南地区の学区に、 上流階級や富裕層が集まった。現在では、ソウル市内のみならず、韓国全土から江南に移住し有利な学区に入ろうという家族が後を立たず、広北から江南に本社を移す大企業や、最初から江南に本社を置く外資系企業も増えている。こうしたことから不動産投機や不動産価格上昇が起こっている。現在の区長は、 行政区域図韓国の教育機関の調査によれば、スカイへの合格者数を出した市内上位10高校のうち半数が江南八学群にある高校だった。また、道区内の大蕎麦道は、日川区牧道、アッシュン区城京道と並び、ソウル市の教育三大地区と呼ばれ中高生が深夜まで学習塾で勉強している。ありがとうございます。